完全に、うん、あれ日本ってマジでアジアをなめてたんですよ。 三十年前にこれからアジアが来ることは明らかなんですよ。企業経営者からするとアジアってその人口動態も日本と違ってあの綺麗なピラミッド型だし、これから生産年齢人口どんどん増えてくるわけだから当然経済発展もすると思ってるから、わあ企業家としてはどんどんアジアに投資をしてたわけですよ。僕らもそうだし大企業もそうだしみんな投資をしてたけどスポーツ業界ってめちゃくちゃドメスティックなんですよ。なんでドメスティックかっていうとお金の出所が。 地上波テレビ局な、うんで地上波テレビ局ってドメスティックじゃないですか？うん、ドメスティックな金のことしか考えないんですよ。これからアジアに投資をしたらアジアは伸びるから、うん、将来的に投資が回収できると、うん、だからスカイとか多分すごい。安い値段で、うん、タイのケーブルテレビ局とかに売ってたと思うんですよね。うん、で今、うん、トゥルーっていう。すごいでっかい。あの衛星放送とか携帯電話やってる？会社になってますけど、あそこはだから相当。金払って